始まりました。しゅうちゃんオートです。本日から開催されております川口オート4日間開催でございます。川口はなんと8月はこの節だけで終了ということで、あとは9月になってしまうんですけど、この4日間ね楽しんでやってまいりたいと思います。今日は朝練だけ見てきました。それで今帰ってきました。あとね、準決勝決勝だけは行こうかなというふうに思っております。はい。今日はね、天気もいいですし、すごく暑いです相変わらず。はい。果たしてどんなレースになるか、今日も5レースからさやっていきます。最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ1本目の5レースですね。ここは第1コーナーちょっと狙ってみました。まずスタートね、通り先に行くこと、まずこれが最低条件。3秒前。さあ第1レース行ってみよう。来い。スタートしました。おーっと山田がスタート空回り、外から8番の佐藤雄二が行くのか。佐藤雄二が40戦から先手を取りました。白煙を吹いてしまいました。山田は最後尾からの競争だ。4番君山田雄二の1コーナー膨らんでしまいました。さあ3コーナーではルサを捉えた鈴木明夫元気いっぱい、さらには木村義則がついていく。外から木村雄二、内側から佐藤大地、佐藤大地が君山田を捉えました。競争は2周目序盤から目まぐるしく順位が変わっていますが、あっという間に先頭集団に追いつく勢いが佐藤雄二。ここで君山田雄二、さらには佐藤大地の内をついて、大地置いてこい。ぐーっとインコースからバイクを伸ばしてくる佐藤雄二、ついてくるか。山田正弘現在5番手6番手あたり、残りは4周回。いや、そこ行けんのか。そうすると来ちゃうよ。2番手は木村義則、3番手は佐藤雄二が佐藤大地を捉えました。その動きを見定めながら山田正弘現在5番手。3コーナーでさらなる前進を目指して、3、4コーナー佐藤雄二の突っ込み、さらには後ろから山田も攻めてくる。残りは3周回、鈴木明夫のペースであります。2番手は佐藤雄二、木村義則がかぶせにかかっている。さあ2人外からまくれ、木村義則。それでも一歩も行かない競争は佐藤雄二、その最内をついてくるのは山田正弘。ズドンがないな。佐藤雄二の内をつこうとしていますが、佐藤雄二が抑える展開。先行の切り返して内か。佐藤雄二が捕まえていく。残りは2周回終盤戦です。さらには有余るパワーで山田正弘が3番手から給水であります。ここで滑った鈴木明夫のインコースを山田が捉えました。先行の2番手が上がっています。大地君は迫力ないな。2番手山田、3番手鈴木明夫、4番手佐藤大地の並び。残り1周ブルーフラッグを通過しています。佐藤雄二が先頭だ。追い込んでいく山田正弘。さあその間隔縮まって全員にかかったか、ちょっとぶつかりそうになりました。最終コーナーへ向かっています。佐藤雄二が先頭だ。追いすがる展開、山田正弘。24キロマンツーフィニッシュのコーナー、3番手6番手。いやー、雄二君おめでとう。さあ6レースですね。カンちゃん登場でございます。果たしてね、この位置からどういうレースをしてくるか、最重判でございます。3秒前。さあカミちゃん行ってみよう。スタートしました。30メートルのスタート争いでありますが、インコースからついていた10メートル前のホンダを狙います。水の速攻か、いやいや、まくり返す勢いがホンダにあります。おーっと膨らんだ5番の高石、すくってくるのは高石選手。どこ行っちゃったよ。吉田優也はやや後手踏んだ感じ。最後方から神山、先頭は片岡、2番手には渡辺がつけております。筒井健太速攻決めた3番手。レースは2周目に入りました。早船も早い仕掛けを披露しています。 1,2 コーナーでは4番手まで上がっています。序盤の周回ではなかなか神ちゃん上がってこい。神山
10メートル前で40戦の2人が現在 4,5 番手まで上がってきています。先頭岡田岡1対1から渡辺がホーム側では1コーナー先頭に上がっていく。渡辺が先頭に上がりました。そして3番手4番辻健太内へバイクを戻してくる。さらには6番吉田優也が道中早船を捉えてさらにこの3コーナーでは2番手まで進んでいのか。いやーここはかろうじて4番辻がわずか2番手の差は前であります。残りは3周間もう一度吉田が内を狙いますが開けていく4番辻健太が現在2番手の位置。逃げるのは渡辺つやや滑った4番辻が猛追であります。3番手吉田優也4番手早船の内をついてくるのは神和田匠。この3、4コーナーでは4番手辻さん2回じゃねえか。渡辺が逃げている。残り2周回終盤戦です。渡辺が先頭だ。2番手辻健太3番手が吉田優也ようやくその後ろに神和田でありますが残り1周半で届くかどうか。3コーナーから4コーナーでは先頭渡辺2番手辻健太そして吉田優也神和田がついている。いやー打ち向けれねえよ鍋次郎だよこれ。残り1周ブルーフラッグここは2番手突っ込んでいく吉田かぶせるようにしてつい2番手の位置。先頭は渡辺が先頭だ。3番手はバイクを引いた吉田優也外から神和田のまくり食い止めるか吉田が突っ張る吉田が突っ張る先頭2番の渡辺いや鍋次郎だですね。輝き登場7レースの行こうぜ輝でございます。まずはスタートしっかり後ろにつくぐらいまで行っちゃおうぜ。7レース予選競争をスタートしました。20メートルのスタート争いは3番の深澤隆がぐーんと足を伸ばしていく。広瀬もいいスタート。10メートル前の西川に並びかける勢い。6番の武藤博美は滑ってしまいました。40戦からは真中守屋の順武藤は7番手最高峰に輝き登場です。先頭は山口浩太追い上げる筆頭は人気の一角深澤隆競争は2周目に入ります。この1コーナーでも山口の至近距離まで深澤が来ました。さあ先頭争い大回りになった山口を捉えた深澤ついていくのは西川より読み3番手は1番の山口その後ろには4番広瀬正光がつけています。バカンこからだ先頭2番手残りは4周回3番手が広瀬そして後方では5番の真中現在5番手の位置くるっと小回りから上位を狙います。さあ広瀬のインコースをついて真中突進なるか。3コーナー広瀬が抑え込んでいる最後方から加賀谷がまずは武藤を抜いていました。まくれ選手が団子状態残りは3周回深澤のペース2番手西川より読み20戦の2人が先頭2番手順位は変わらず3番手から突破口を見出せるか広瀬正光4番手には真中の内をついて森谷ハートが上がってきています。加賀谷はまだ目立った動きありません。今ようやく6番手さらには5番手を狙います。残りは2周回終盤戦3番手の内をついて森谷ここで広瀬のインコースを捉えました。さあ20戦の2人を追い上げる筆頭は森谷隼人になりました。先頭深澤ぴったりマークの2番西川より読み20戦の2人が重なるような状況これは攻めにくい森谷いやーサイド辛いこれは割った残り1周ブルーフラッグ20戦の両選手を分断するような格好だ。今度は3番手もう少し打ち使いねえかかが1対1のシチュエーションを作りましたが壁を作る深澤隆外から森谷3番手には西川より読み最終コーナー先頭深澤がクリアしました。2番手は森谷3番手西川より読みでいやーやられたですね、若ちゃん登場でございます。ね、1人だけ抜けたタイムでね、思想タイムで、ここは頭ですごく売れてます。さあ、若、初日、頭で、来い。スタートしました。40メートルでは、外から山際俊介がスタート行くそうだ。
4番の古木が 10m 前の金子をスタートで叩いていきました。金子は古木を前に置いての競争になります。さあ分けていこうぜ。2番手に野上がつけています。3番手に古木、4番手が金子という並び、4コーナーを立ち上がります。まずは前を攻めていくのは4番の古木であります。これは絶好の展開になりました。2番手に古木が上がった。先頭は田中隆二、早くもその田中を狙えるようなシチュエーションであります。古木が3コーナー先頭に上がりました。3番手は金子が内をついてくるか、後ろ浅野博之を上がってこい。さらには若い友風がさあ内側からさばいてくるの。これは4周回先頭古木を追い上げる体勢を金子が作りました。くるっと小回りから若い友風が野上と田中隆二をさあ佐野さん曲がってきて、まだまだ3周半も周回を残しています。先頭は古木、2番手が金子という体勢だ。ここで3番手から2番手を狙うか若い友風、残りは3周回2番手金子のすぐ後ろまで若いが上がってきています。さあここは3回を切りまして2番手の金子を捉えました。スーッと力強く2番手に上がっています。先頭古木のリードは4写真ぐらい、そして3写真、さらには2写真と縮まってきました。ぐんぐん追い込んでくる若い友和がいます。残りは2周回終盤戦、トップは古木兼、2番手で若い友和。さあ完全なるマッチレースの様子を呈しています。切り返しの体勢からトップを狙うか。さあ1回待って、古木先頭、そこでしっかりと、わずかに古木は先頭、2番手は若い友和、切り返して、この4コーナーではしっかりと立ち上がりもグリップして捉えました。残り浅野さん来てくんねえか。若いが終盤、4番古木を仕留めて先頭に立っています。3番手が金子、4番手が5番の浅野博之。後半浅野が追い込んでくるも、まだまだ3番手とは距離があります。最終コーナーを若いがクリアしました。若いが先頭だ。1番人気に応えました。おめでとう。9レースですね。森君登場でございます。ですが私は柴山選手中心で買いました。まずはね、相馬さんより先にスタート、こいこい。ハンデゼロではポンと岡崎修司が飛び出しました。そして 20m 半で相馬が後手を踏んだ。5番の柴山先制攻撃を決めた。 30m ラインは枠なり、稲川高橋の順、あー滑った。5番の柴山滑ってしまいました。うわ最悪。急減速するような感じになりましたが、なんとか持ちこたえました。先頭はわよく持ちこたえた。3番から3番の岡谷美希が一気に仕留めて先頭に上がりました。岡谷が花を切る展開。3番手内をついて潜り込んでくるのは柴山信之です。森は依然として最後尾、速攻決まらず。さあなかなか厳しい道のりになりそうであります。さあ森君そこで内入ってさばいてこい。柴山信之3番手、残りは4周回。この1コーナーが岡崎を捉えました。道中一滑りありながらも柴山がよく巻き返して今2番手まで上がっています。そして4番手に稲川誠也、中段5番手の位置には高橋義弘がつけています。森克幸は依然としてまだ後方集団です。残りは3周回、回答に岡崎が引っ張っています。今アドバンテージは 10m 弱。2番手が柴山信之です。3番手宇宙ついた稲川誠也、ここに付ける隙があるか高橋義弘。しかし6番の稲川が抑え込んでいます。先頭は岡谷、2番手が柴山信之、首位攻防戦は前の2人か。残りは2周回 1000m。 柴山さん頼む、頑張ってくれ。岡谷はトップであります。懸命に追走している5番の柴山信之、その感覚はまだ3写真あります。森も中段でなかなか目立った動きが見られません。さあ先頭争い、地盤と柴山が接近するも、まだまだ岡谷美幸のペースだ。残り1周ブルーフラッグ。3番争いは依然として6番の稲川がリード、7番の高橋、ここは4番手、さらには8番森勝幸、5番手がいっぱいなのか。この3コーナーでは高橋義弘を力づくのまくり。さらには3番手に上がるか、稲川抵抗している。まもなくチェッカーブラック、岡谷が先頭ゴール。
さあ10レースですね。永井大輔登場でございます、ね、ここはもう負けらんないでしょう、ね、SG も控えております。しっかりとした一着を見せてください。スタートしました。ハンデゼロのスタート争いはインコースから真っ先に飛び出しました。そして20メートル線は5番の石井大輔が先手、山田もスタートは残しました。30線は篠崎斉藤の順、最後方から永井大輔であります。先頭は真っ先、2番手から抜いた正石、金城絶好調です。3番手は丸山博信、ホームスレッチ側ではトップを狙って抜いたでありますが、ここは真っ先が抑え込んでいます。先頭は真っ先、抜いたが2番手の位置、3番手が丸山博信、4番手に石井大輔が続いています。7番の斉藤が内を狙いましたが、篠崎はブロック。永井は依然として最後方変わらず長い。大輔ドライブか、ここで抜いたが仕留めるか。いやいや、1番の真っ先伸び返している。真っ先先頭だ。抜いた2番手、3番手丸山博信、引っかかってんじゃん。大きな変化は見られません。石井大輔4番手、さあ4番手から3番手、結構長い距離を飛び込んで先頭争いに食い込もうとしている。 3,4 コーナーのカーブで3番手まで石井大輔上がってまいりました。残りはそうか、入ってこい大輔。バイクを引いた抜いた正一、真っ先の逃げであります。この時長井は後方集団で相当苦労している。さあここで長井に差し間が到来、一気に突き抜けるか。3、4コーナーのカーブ貫通して、うわっと危ない。3、4コーナーではしっかりバイクを止めた長井が4番手に上がっています。残りは2周回終盤戦です。これじゃ背中残っちゃうんだよ。抜いたさん、3番手抜いた、外から攻めるのは長井であります。さあ先に先に前に攻めていくのは石井大輔。3コーナー石井が先頭に上がった。長井は3番手、斉藤4番手、トップ争いは石井大輔がリード。久しぶりに長井ドライブ見たな。残り1周ブルーフラッグを通過しています。焦点は2着争いになりそうだ。真っ先はこの位置を守るのか。長井の直線はいっぱいいっぱい、ただこのカーブでどこまで伸びてくるか。最終コーナーに向かっています。2番手は真っ先、長井が内を狙う。さあ直線伸びる真っ先でありますが、どうか。勝ったのは石井大輔。11レースですね。中村雅人選手が登場でございます。発走でございます。まあここね、しっかり、追い込んでくれるというふうに思っております。さあスタートだ、いけ。さあ林選手のスタートは早い。内側から阿部を盛り返すか。後ろの方では最重班の8番の中村は最後方からの競争になりました。いや牧野さんスタートいけんよ。4の主導権です。アクスが少し離されました。長谷川博3番手、差がなく長谷、そして牧野が続いています。後ろからは早津がリーダー6番手、その内を狙ってくるのは中村。競争は2周回目、長谷がインコースに詰まった。外攻めから活路を見出していくのは牧野、あるいは早津康介であります。その大外を行くのは中村、左右内から早津康介、勝負どころを決めた。この先行は一気に2番手まで急上昇であります。さあ中村がついていけるかどうか。残りは4周回、岩本が快調に引っ張っています。早津が2番手、中村3番手、牧野が4番手に上がっています。さあ早津が先頭に立つのは早いのか、それとも先に中村が仕留めていくのか。さあスピードは5分と5分、一気に先頭に上がった早津、それも束の間、中村が2番手の位置から。さあ正人がいった、早津を捉えにかかります。残りは3周回、ここで捕まえました。中村が先頭に立った。ガチガチの一番人気だ。2番手には早津康介、早津がもう一回中村の内を狙いますが許しませんでした。中村先頭です。3番手に牧野、4番手に阿部剛という体勢で4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、終盤の周回です。さああと2周、中村が先頭です。林康介、さらには牧野が続いています。4番手に阿部剛という体勢、2番手の林は少々滑りました。いや林選手の攻め早かったけどね、やっぱそれ以上に正人もいい感じで。さあ興味は3番手争いだ。牧野と阿部による勝負。さあここで切り込んでくる阿部剛、強ポイントいったよ。残り1周回で3番手阿部が突っ込んだ。もう1回5番の秋田は狙おうとしましたが許さなかった。6番の阿部が3番手の位置、最終コーナーに向かっています。先頭は中村、存在感抜群。今最終コーナー先頭でクリア、圧倒的な山里おめでとう。
12レースですね、クロちゃん登場でございます。ね、ここね、スタート、クロちゃん、どういうスタートを切ってくるのか。今日ね、朝練がね、クロちゃんね、白煙吹いてたんですよ。それだけ心配。最終半から強化調整があります。2番の馬場裕二も後手を踏んだ感じ。吉田浩二が2番手からの競争になりました。1番人気の黒川、まずは1周回で藤波岩田、さらには馬場を捉えて5番手が上がっています。逃げる塚本、追っていく吉田浩二、まずは21期の面々が先頭争い。ここで吉田浩二が同期の塚本を捉えて先頭に立っています。3番手からスルッと内をついてくるのは福田裕二。この3コーナー2番手に上がっていく。しかしもう4番手に黒川が上がってきて、膨らんだ塚本工場難なく救って3番手。さあ残り4周回で先行する吉田工場を捕まえました福田裕二。これを見ている黒川京介、切り返しの体勢から2台行くのか、2台まとめていくのか、一気に行くのか。さすがにこれは一旦待ちました。先頭福田裕二、2番手黒川、3番手吉田工場、4番手に岩田博美がつけております。残りは3周回前後半の折り返し地点、外からぐい伸び、あっさりといとも簡単に外が抜き去りました。黒川京介が先頭に立っています。福田が2番手、追い込んでくる岩田博美。中盤から終盤にかけて足色はどうか。2番手3番手の間隔はまだ3車線、あと2周、残りは2周回 1000m を切りました。黒川京介先頭です。2番手福田裕二、岩田博美が3番手。先ほどからほとんど間隔は縮まっておりません。2番手福田裕二が守る走か、3番手が岩田博美、4番手吉田浩二、さらには押田福田が続いております。いやこれじゃ早いわ。ブルーフラッグを通過しました。体勢はほぼ固まった感があります。先頭は黒川京介、力の違い、スピードの違いをまざまざと見せつけました。最終周回第4コーナーを今先頭で黒川京介、今先頭で組み合わせ、いや楽勝、おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。クロちゃん圧勝ということでですね、ちょっとね朝練だけ今日見に行ったんですけどね、スタートちょっと失敗してたんですよね。そこだけちょっと心配だなと思ってたんですけど、なんてことはない、しっかりね勝ち切りました。はい、今日もね暑かったっすね。はい、でもね明日、天気どうなんすかね、ちょっと分かんないんですけど、このままでいけばやっぱりシリーズリーダークロちゃんね大本命なんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、明日、またやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。